最初のうちはやっぱ原発の報道とか結構されてて、福島市の渡りとかも、まあ、週刊誌に取り上げられたりとかして結構話題にはなってたんですけども、やっぱり時間が経つにつれてどんどんその報道の量も減ってるし、もともとここまで関心がなかった人たちが知る機会っていうのが全然東京の方に住んでてないなっていうのを僕の中で感じていて、あちらでどんどん関心が少なっていくんですけども、やっぱり故郷の福島帰ってくるとみんなすごい大変な思いをして子育てをしてる、子供たちもすごい不自由な思いをしてる、そういうのをまずみんなに知ってもらうことから、この問題についてみんなで考えるということを始めていきたいなと思ってこの写真を撮り始めました。まあ、もともと福島は年取るにつれて好き で、まあ、同時に悔しくて、こういう状態になっているっていうことが、なんとか自分の力になれることはないかなということで、僕写真をずっとやってたもんで、まあ、じゃあ写真で伝えるということをやっていこうかなと思いまして、外側に住んでいる人間が今福島にいる人に頑張れなんて言えるのかっていう話によくなるんですよ。やっぱみんなもただでさえ頑張っているのに。だけど一緒に生きていきたいなって思います。福島に住んでいる人も福島に思いを寄せる人もみんな一緒にこの問題について考え続ける、子どもたちにどんなことをしていったら彼らの未来が良くなるのか、そういうのを一緒に考えていけたらなと思います。よろしくお願いします。今回子供の写真なんですけども、希望はやっぱり子供の笑顔だと思う。子供の笑顔がどれだけ増えるか、もっともっと子供の笑顔が増えるようにみんなで協力していけたらなと思います。そうですね、この福島の子供たちを撮る前に東京と神奈川に住んでる子供たちの宝物を撮るっていうシリーズをやってて、でそれがこの作品が出来上がるぐらいに震災が起きて、でじゃあ今度福島でこのシリーズで撮ってみようかなと思ったという経緯ですね。そういう撮ってる写真、まあ全部気に入ってるんですけれども、この写真とかは結構思い入れが深くて、そのさっき言ったようにこれお絵かき帳、自分で作ったお絵かき帳なんですよね。福島に来てください。そして自分の目で見て触れ合って感じて、そして持ち帰って周りの人たちに話してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。